はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の英語、アルファベットを覚えよう筆記大編をお送りします。といった感じで動画始まったんですが、実はですね、この動画の内容は絶対覚えなきゃいけないっていうものじゃありません。筆記体っていうね、英語の書き方があるんですけど、今、やらないんだよね。昨日、ツイッターでアンケート取らせてもらったら、80% くらいかな、の方がやらないって言ってたので、やってもテストの得点につながらない可能性は高いです。まあ、もしね、みんなの学校の先生がやるようだったら覚えてほしいんですけど、まあ、ただ、こういうのがあるよっていう感じで一応紹介していきますんで、よかったら最後まで見てみてください。じゃあ、早速行きましょう。で、今回は必須項目ではないので、大文字小文字一気にやってしまいます。で、もう一個お願いがあって、自分もね、久々に筆記体書いたんですよ。で、ちょっと不安なとこがあるので、なんだ、書き方見ながらやりますんで、ちょっと変な間があったらごめんね。では、行きましょう。で、まず A から行きます。で、A は、小文字の A、ありましたね。こう書いて、シュってやつ。それを大きく書く感じ。行きますよ。こう書いて、こうが大文字。で、小文字はこういう感じ。これがね、大文字小文字、筆記体です。で、なんだこれみたいな感じすると思うんですよ。で、B 行きますね。B は、こっからシュってやって下ろす。で、ぐるっと書きながらお腹二つ書いた上に右に流します、最後。これが B です。で、小文字の B は、こっからヒュンって上がって、こうなります。これが小文字の B。ね、なんだこれって感じだと思うんですよ。で、なんでこんな筆記体っていう書き方があるかっていうと、これね、つなげて書けるんですよ、英語。B、A って一個ずつ書くんじゃなくて、つなげて書けるの、サラサラサラって。だから慣れてくると、これで書けるようになると、めちゃくちゃ早く書けます。ただ、学校では筆記体は使うなっておっしゃる先生いっぱい見てきてるので、まあ、覚えてもってとこではあるんですが、自分の名前はね、書けるとかっこいいかなと個人的には思います。よかったらちょっとチャレンジしてみてください。じゃあ次 C 行きますね。C は簡単です。なぜなら C だから。で、こうですね。まあ、ちょっと流したいね。で、これ全体的に右に流したいんですよ。こう、シュみたいな。これもそうね。A もシュ、B もシュみたいな。これなんでかっていうと、次の単語、次のね、スペルをつなげて書きやすいように右に流します。まあ、全部じゃないんですけど。で、D 行きましょう。D はこっからですね。下ろして、丸書いて、こう来て、丸書いて流す。みたいな。これが D です。で、小文字は、小文字の D 似てますね。こう上げて、で、最後、髭の部分、髭じゃない、下の部分をこう、尻尾をね、右に流す感じ。で、E ですね。E は、こう書いて、丸作って、こう、流れなかった。もうのび太くんの目みたいになってますけどね。で、小文字は、こうです。これが E の小文字。で、どんどん行きましょう。で、F ですね。で、F なんですけど、ちょっと俺が覚えた書き方一回やっていいですか？これね、俺、それこう書くんですよ。で、いくつかものを調べたんですよ。書き方。ネットとか本とかで。そうすると、こうなってるのも結構あるんで、もしかしたらこれちょっとバスクだったらごめんね。俺これで覚えてよ。これでね、なしたものもありましたけど。で、下の部分が、こう来て右に払います。さっつって。で、この払う部分も、こう切れてるものもあったので、まあちょっといろいろあるのかなとは思うんですが、まあ一応自分はこれで覚えたんで、今回これで紹介させてください。で、小文字の F は、下からこう行って、こう行って、こうです。ね、上行ったり下行ったり忙しいですけどね。これが小文字の F。で、G ですね。ちょっと入らなかったな。G が、待って。OKOKOK。こう行って、ここで角を作って、こうです。いいかな。こう行って、角を作って、こう。ね、S の大文字、後で出てくるんだけど、S と似てるんですよ、あれ。ちょっと間違わないでほしいんだけど。で、小文字は簡単です。これグラムだからね。こうですね。いいね。こういうのは。で、次です。ここまで終わって H 行きましょう。で、H はですね、最初にこう書きます。で、下ろしてきたら、丸を書きながら右に払います。H。こうね、お腹を作って、ま、右に払う。これが H。で、小文字に関しては、小文字の H と似てますね。こうして、こう作って、尻尾を払います。右につなげるためにね。
で、愛はちょっと変わってて、英語って基本的に左書いて右に流れてくんですよ。だから D もこう来て右に膨らみますよね。でも愛は右から書きます。こっちからこう書いてこうです。ちょっと違和感ありますけどね。右から書いてこれが愛の大文字。で、小文字はこうです。なんかマークに似てるね、これね。これが愛。で、J です。J はこう書いてこう。これが J の大文字。で、小文字は、愛とスタートが似てますね。こうなって、で、チョンって。これは J の大文字。小文字でございます。で、次 K ですね。で、K のスタートはこの H と同じ感じ。こう来て、で、ここで丸作って足出しましょう、みたいな。これわかりやすいね、K はね。で、小文字も H と似てて、もうスタートから同じです。こうなって、ここまで一緒なんですけど、中に折れて、一回折れてから尻尾を出す感じ。これが K の小文字ですね。で、L 行きましょう。L は、こうなって、こうなって、こう。まあ、L 似てるけど、形的にはね。丸を2回作る感じ。で、小文字は、こうです。まあ、今はね、リットルが大文字になっちゃったんで、あれですけど、昔リットルこれだったんですよね。この L の小文字使ってましたけど。よいしょ。で、次、M と N か。ここはね、ありがたいんですよ。覚えやすくって。M と N っていうのは、その、元々の小文字の M を使う。小文字だったんだけど、それを大きく書いて、山がちょっとだけ下がってきます。こんな感じで。で、尻尾出す。で、小文字は、まあ、こんな感じ。これが M の大文字小文字です。で、N も同じ感じで、危ない色。こう切って山1個で出すと。で、こっちも、こういう感じですね。まあ、これはいいね。わかりやすい。で、次、O 行きましょう。O は上からですね、こう書いて、で、ここにね、丸を作ってから出します。で、小文字も、こうなって、まあ、こういう感じ。まあ、似てますよね。で、P です。P は、スタートがちょっと B の最初と似てて、まあ、同じか、こうなって下ろしてくる。で、こうなって、シュッて、これ左に払います。P はね。で、小文字が、地下の方に行きましょう。こう来て、丸作って、出す。これが P ですね。で、Q。Q は、もう Q のね、これが Q の大文字なんですけど、Q の筆記体ってもう、昨日夜勉強しててさ、あ、こう書くんだって思ったもん。思ったもん。当時覚えたのかな？わかんないけど、Q 使うことってあんまなくて。で、小文字が、G とちょっと似てるんですけど、こう来るじゃないですか。で、こう左に行っちゃうと G になっちゃうんで、右に作ります。で、こう出す。ちょっとね、上がりすぎちゃった。こう、待ってください。まあ、こんな感じですね。ちょっとごちゃごちゃしてごめんよ。一応線書いておくか。まあ、ってな感じですね。よいしょ。で、次が R ですね。で、R は、まあ、P と似てて、まあ、スタートこうなりますと。で、丸作って、K と同じ。丸を作ってから出す感じ。これが R。で、小文字は、こう切って、ちょっと山作ってから足出す感じ。まあ、数学の π にちょっと似てる感じかな。形としては。で、S です。で、S さっき言いましたけど、この G のね、大文字とちょっと似てて、入りが一緒なんですよ。こうやって入ってくる。で、あそこで角作っちゃうと G なんですけど、S はカーブなんで、こう来る感じ。角を作らずにね、ふにゃんふにゃんってカーブしてシュッて折れる。これが S。で、小文字は、こう、ちょっとふにゃふにゃって下ろして中に入ってから右に払う感じ。これが S。で、T ですね。で、T はこの F と同じで、まあ、自分はね、上をこう、丸を作っちゃうんですけど、こうすると。で、さっき、こっちまで流すと F だったでしょ。それが、こう来て止まるの。これが T です。まあ、上の部分はもしかしたらこっちになれと、やれと言われるかもしれない。で、小文字は、I と似てる。こう来て、こう。まあ、T に、ね、形似てますよね。こういう、まあ、形の似てるんですけど、チョンってつけば I。横が入れば T ですね。で、U です。U は、元々の小文字の U とすごく似てる。これが大文字、まずね。で、小文字はそれをちっちゃくしたバージョンなんですけど、入り方が、
こう入ります。で、U 作ってまた出てく感じ。ここに U があるよね。入りがちょっと一本増えてるんですけど、これが U です。で、V ね。V って、まあ、V、尖ってるのが V じゃないですか。尖ってたのに、ここで尖りがなくなるっていう。入りは U と同じです。カーブから入ってくるんですけど、カーブして出てきます。これ V。で、小文字も、まあ、こういう風に入ってきて、こうです。だからね、こう、V の特徴がなくなってるっていうね。ちょっと尖ってないんですけど、これが V。で、W は尖っております。まあ、尖っておりますっておかしいけど。まあ、こうなって出てけばいい感じですね。で、小文字は、こう入って、こう入って、こう入って、こう。まあ、W ここにありますね。最後は右に跳ねますけど、ちょっと。で、XYZ、まあ、XY は W、ね、XY はやりやすくって、X は数学の X をね、大きく書く感じです。こう。小文字もそうですね。こういう感じです。まあ、これはやりやすいと。で、Y に関しても、元々の小文字の Y を大きく書こうぜ、みたいな。こういう感じ。これが Y。で、それをちっちゃく、一段下げてね、書けばこうなる。ちょっと出したかったな。これは大文字、小文字。で、Z ですよ。Z も、この Q の大文字と同じく、昨日知ったわレベルだった、俺は。あのね、上から、こう作るじゃん。丸作るじゃん。で、丸作ってこう。これ Z の大文字。なんだって。本当はなんだってのレベルなんだけど、俺。で、こっちが、こう、待って、見ていい？こう来て、折れて、こう来て丸作ってから下げる。あと出すと。これが Z。でございます。はい。という感じで、まあ、一応ね、全部紹介してきましたと。で、せっかくなんでね、ちょっと一個だけ繋げてね、単語書いてみようかなと。で、せっかくなんで、まあ、自分の名前を、配置をね、書いてみようかと思います。本名の方が書き慣れてるんですけど、さすがに本名ちょっと出せないので。じゃあ行きましょう。で、配置は、HA で羽根。HA で I で E。で、配置の地は CHI です。まあ、最初大文字から始まります。つまり、こっから書くんで、こうですよね。で、こう書いて H。で、A なんで繋げるんです、そのまま。A の小文字、こうやって。次、配置の E があるから I。で、この流れで C を書きます。こう来て、で、地、H 書いて、もう一回 I で流すと、これで配置っていう感じ。まあ今ゆっくり書きましたけど、まあ慣れてくると繋げて書けるので、もう早く書けるよって。あとは、まあ、個人的にも筆記体がかっこいいなと思うので、まあ、名前ぐらい書けるといいのかなとは思います。ただ、繋ぎ方とかちょっとね、難しくなる方、名前によってはね、方もいらっしゃると思うんですが、まあ、よかったら参考にしてみてください。では、今回はね、こんな感じで筆記体を紹介させていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。